ハーディーカー、マユケンタイランドのマユコです。今日は何すんの？今日はクイズをしたいと思います。我々もですね、タイに住み4年半になりました。はい、おー、早かったね。タイ語はまだまだといえ、YouTube を始めて、さまざまなタイ料理を食べてきました。はい、タイ語は自信ないけど、タイ料理は結構自信あるよな。今日はそのタイ料理についてクイズをしたいと思います。はい、おー、イエーイ。これからある料理についてのヒントを一つずつ、合計5つ言っていきます。一つ目のヒントでその料理が何かを当てれたら5点、2つ目のヒントで正解すると4点、3つ目で正解すると3点、4つ目で正解すると2点、5つ目のヒントで正解すると1点、5つ目でも正解しなかったら0点のポイントが入ります。はい、合計4つの問題を用意してます。おお。なのでマックス全問1つ目のヒントで正解すると20点、1つのヒントにつき回答権は1回だけ。おお。お手元に用意した紙に書いてください。はい、え、これってほんまに料理名ってことやな。そう、料理名。はい、食材じゃなくて。そう、料理名。はい、全て食べたことがあるタイ料理かな。絶対食べたことがあるタイ料理です。はい、ぜひ視聴者の皆様もお手元に紙か何かメモの用意をして一緒に考えていただけると嬉しいです。それでは参りましょう。第1問。はい、ヒント1、その料理は赤いです。トムヤムくん。ブブー。書くの？うん、1回だけやもんね。そう。じゃあヒント2、はい、その料理は辛くありません。ね、何秒考える時間、シンキングタイム。マックス30秒にしようか。オッケー。赤くて辛くない、パネンカレー。ブブー。ヒント3、はい、その料理は3つの単語かっこタイ語で構成されています。おお、ここまで来たら正解させたいね。カオマンガイみたいな感じで3つってことよね。そう、トムヤムクンとか。そう、パッタイ、パッタイタイパッタイタレ。なんか2つ言わなかったブベー、パッタイタレでさあ、今のところ全く近くありません食べたことあるんやろ。でもあるあるある。やばい、タイ人の人やったらこれぐらいで分かるんかな。いや、分からんか。結構難しいよな。うん、赤だけやろ。だってただ赤、特徴がさ、辛くない、うん、3つの単語で構成されてやろ、なかなか難しいなところつくような。じゃあヒント4、これで結構分かるんちゃうかな。あ、その料理は豚肉が使われています。赤いやろ。赤いってどんな点？あ、やばい、イエンタフォー出てきたけど全然違う。ハスってへん。豚肉やろ。15、16、17、18、28、29、30。はい、答えをどうぞ。やばい、出てこへん。あ、どうしよう。ブブー。回答なしやばい、全然出てこへん。ちょっと0点だけは避けたい。では最後のヒントです。ヒント5、その料理は米が使われています。
もう全然分からん。米が使われていて、豚肉が使われていて、3つの単語で構成されていて、赤い。赤い、赤いってタイ語で何て言う？でん、ムーデン、バミムーデン。米って言って。バミムーデン。米って言って。カオナムーデン。あー正解。あ、そうなん？カオムーデン。あ、カオムーデン。あ、ナーはいらんのね。でも正解やんな。同じやもんね。うん、やったー。なんかいっぱいヒントくれたけど最後。ということで、まゆかさんの得点1点です。1点。視聴者様の皆さんは何点取れたでしょう？あー、これは難しかったんじゃない？え、バミームーデン、じゃあカオムーデン、うん、あ、そっか、うん、赤いでタイ語でそのままムーデンって言ったらいいのか。いや、でも難しいわこれは。でもどうなんやろ、タイ人の人だったらすぐ分かったんじゃん。3か4ぐらい、4ぐらいで行ったんじゃん。いや、赤いって言うとさ、もっと赤いやと思ってた、うん、あー、いや、名前に赤いが入ってるから。あー、そういうこと。ちょっと引っ掛けやん。いや、でも赤いやろ、あの料理かけるタレ茶色い。いや、赤やろ。白いご飯に赤い豚肉に。はい、それでは第2位のもんいきましょう。はい、準備はよろしいでしょうか？はい、第2問、次こそ。ヒント1、その料理は4月と5月によく食べられます。料理、マジ？もし正解。え、マジ？え、それでよくわかったね。待って、え、わかったね。え、4月と5月ってもうさ、季節。え、すごい、マジか。え、それは想定外やせんけど。本当？え、すごい。うわー、予想外。すごいな。ちょっとあの視聴者さん用にちょっともうヒントだけ言うな。うん。ヒント2。うん。その料理に使われているものは現在500以上の品種があります。ヒント2、うん、その料理に使われているものは現在500以上の品種があります。ヒント3、その料理に使われているものの主な生産国はインド、メキシコ、フィリピン、オーストラリア、台湾、そしてタイです。ヒント3、その料理に使われているものの主な生産国はインド、メキシコ、フィリピン、オーストラリア、台湾、そしてタイです。ヒント4、うん、その料理に使われているものは日本でも生産されており、宮崎県が生産地として有名です。ヒント4、うん、その料理に使われているものは日本でも生産されており、宮崎県が生産地として有名です。ヒント5、うん、その料理はもち米が使われます。ヒント5、うん、その料理はもち米が使われます。ヒント1、その料理は4月と5月によく食べられます。料理、マンゴーじゃないの？カニはマモアン。マジ？もし？正解。え、やった。え、マジ？え、それで？すごー。いやー、マモアンって言ってやばかった。料理じゃないって思ったから。3ぐらい、4、5では分かるやろなと思ったけど。うん。マジか。やったー。
ではまゆかさんの点数5点イエーイ。それでは第3問いきましょう。はい。ヒント1、その料理は甘くて辛くて酸っぱいです、うん、ソムタム。ブブーちゃうんや。まあ、確かに甘くて辛くて酸っぱいな。そう、そんな簡単じゃないよな。それでは次、ヒント2、はい、その料理はパクチーが使われています。クイッティオトムヤム。早いね。ブブクイッティオトムヤムって辛い？辛くて酸っぱい。トムヤムで砂糖も入ってんじゃないかな。でパクチー最後にトッピングする。ブブ甘くて辛くて酸っぱいやんな。ヒント3、その料理は2つの単語から構成されています、うん、甘くて辛くて酸っぱったい。ブブー、パッタイはタマリンドの甘酸っぱさって感じだね。まあまあここまではね、さっきの第2問がすごいだけで、まあ大体こんなもんでしょう。これで多分結構わかる人多いんちゃうかな。うん、ではいきます。ヒント4、うん、その料理は温かいまま食べます。わからん。単語2つで甘くて辛くて、あれ、フードコートとかにあるのかな。あるある。でパクチーが使われるんやろ。そう、カオソイ。あ、違う。ブブー。あ、違うんや。カオソイは温かいまま食べるがヒントにならんくない。あー、そっか、作ってくれるってことか。なんか冷たいイメージがあるけど温かいっていう感じかな。それでは最後です。これで多分わかるわ。うん。ヒント5、はい、その料理は、うん、春雨が使われます。おー、うん、ヒント5、はい、その料理は、うん、春雨が使われます。おー、温泉ってこと？ヤム温泉？正解。あー、そうなんや。さすがにこれでわかるか。うん、春雨はできたらそのヤムと温泉で2つで、そう、甘くて辛くて酸っぱい。そう、ヤム温泉ってさ、うん、なんか冷たいイメージがなんかあるけど。あー、そういうこと。あれは冷やして食べへんだし、あったかいまま食べるのがヤム温泉だし。そうなんや、知らんかった。それは知らんかった。ということでまゆかさんの点数1点です。1点です。次こそは最終問題。はい、これ最後の問題ですね。はい、さあ何点取れるのでしょうか。それでは最終問題、ヒント1、その料理はイスラム教徒から伝来したと言われています。カオソイ。ブブー。30秒の時間あるのに即決で言うよ。思いついたらさっさと言わないと。あ、本当。ロッティかな。ヒント 2、はい、その料理には、はい、主に鶏肉が使われます、うん、余計か遅いやん。ちょっと待ってな、ま、30秒あるもんな。イスラム系はでも鶏肉やんね。まあ確かにこれはヒントにならへんな。ね、イスラム、イスラムってあれやんな。16、17、18、19。あ、正解。すげえ。おー、ようわかったな。やったー。もうイメージですよ。30分長かったから。そっち？
ちょっと視聴者さん用にでは問題だけ読みますね。はい。ヒント3、うん、その料理は日本でも近年人気になっています。ヒント3、うん、その料理は日本でも近年人気になっています。ヒント4、はい、その料理はお米が使われます。ヒント4、はい、その料理はお米が使われます。ヒント5、その料理は2011年CNN インターナショナルによる世界で最も美味な料理ランキング50で見事1位に選出されました。 おめでとう。ヒント5、その料理は2011年CNN インターナショナルによる世界で最も美味な料理ランキング50で見事1位に選出されました。 おめでとう。あ、マッサマンカレー。正解。すげえ。おお、ようわかったな。はい。ということで、まゆかさん4点。お、4点です。やったー。結果発表。イエーイ。まゆかさん第1問はヒント5で正解1点、第2問はヒント1で正解5点、うん、第3問はヒント5で正解1点、そして最終問題4番目はヒント2で正解4点、合計11点獲得です。やったー。何点満点？20点。あ、半分ちょっとか。すごいな。俺さ、全部1点、2点、1点、2点ぐらいでさ、うん、多分5、6点かなと思ってて。え、すごい。舐めたね。舐めとったやろ。舐めてた。視聴者さんも皆さん、何点獲得できましたか？ぜひコメントで教えてください。いや、すごい。どれが一番難しかった？それはもう、一番赤って言われて、なんか赤、答え聞いても赤と結びつかんかった。いや、顔で赤って書いてた。一番赤じゃない？だって料理名に赤って入ってんのね。赤といえばトムヤムじゃない？あ、言った方でもあるかな。まあ、言った方が後で出てきたけど、いや、胸までは出るんだ。まあ、赤と豚で、そうやな、ムーデンって出たら早かったんやけど、この4番目の回答なしがもったいなかった。なんか回答しておけばよかった。ムーデンで思い出したけどさ、うん、全然関係ないけど、この前どっかのお祭りに行った時さ、あ、駐車場であった犬の名前ムーデンやって、そうそうそう、ムーデンって言ってた。かわいそう。はい、ということで、はい、第1回タイ料理、名前つけてなかった。タイ料理、タイ人は高得点、タイ料理クイズ、まゆかさん11点でした。はい、感想をどうぞ。はい、第2回があれば次はもっといい点数取ります。11点悔しい。あ、悔しいんや。悔しいよ。もっといい点数取りたい。またいい問題用意してください。はい、ということで今回は以上となります、うん、はい。これまでさ、うん、マユケン対談といえば、うん、外に出る動画が多かったけど、うん、ちょっとね、今後はこういう感じの企画系もやっていきたいなと思っているので、うん、そうだね、ぜひ皆さん一緒に ね取り組んで楽しんでもらえたらなと思ってます。うん、いろいろ旅行行くのも楽しいけど、こういったね、企画系も楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、というわけで私たちのチャンネルではタイの美味しい料理を紹介したり、タイのいろんなところに旅行に行ったり、これからはタイに関する楽しい企画をご用意しておりますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンとお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。